トヨタ自動車北海道サッカー部は、北海道苫小牧市を本拠地とする、北海道サッカーリーグ所属の実業団サッカークラブチームである。トヨタ自動車北海道のサッカー部である、トヨタ自動車北海道サッカー部は2002年、北海道社会人リーグの2部に参戦し、2003年の第26回北海道社会人リーグにも参加し、2009年まで同リーグに在籍し続けていた。 北海道社会人リーグ初参加の2003年の第26回は4位だった。2005年には7位となり、ブロックリーグ決勝大会2位の札幌ウィンズ FC との入れ替え戦が行われたが、札幌ウィンズ FC に勝利し、北海道社会人リーグ残留が決まった。2006年に第42回全国社会人サッカー選手権大会に出場し、2007年の第43回、 2008年の第44回、2009年の第45回にも参戦している。その後2009年は一勝しかできず、再開に終わり道南ブロックリーグへ降格した。ちなみに昇格を決めた2002年シーズンの北海道、社会人リーグは当時2部制度であり、トヨタ自動車北海道もその2部で昇格を決めたため今まで道南ブロックリーグへの参加経験がない。 したがって2010年は初めて、道南ブロックリーグへの参戦となる。以降は、北海道サッカーリーグと道南ブロックリーグを、昇格と降格を繰り返しながら、現在に至っている。出展、試合速報、10、13全国社会人、大会1回戦、alwin.org、2012年7月5日、閲覧。 社会人最高峰の北海道リーグが開幕。木島、古川、池内が再出発。北のサッカーアンビシャス。2012年7月5日閲覧。道リーグ VS、トヨタ自動車北海道サッカー部。札幌大学サッカー部公式ブログ。2012年7月5日閲覧。ありがとうございます。